はい、じゃあ、はい、はい、こんにちは、あ、こんばんは、どうも、長谷川名人でございます。はい、モデラス佐々木です。はい、いつもプラマ見てなんぼですのね、配信を見ていただき皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日も実はこの後またね、配信の収録とかあったりするわけなんですけれども、はいはいはい、まあ、あの番組もう何年、9年、まあ、約10年近くやってるんですよね。まあそんな中でですね、ちょっと最近こうちょっと思うこともありまして、はいはいはい、何か新しいことを立ち上げたらいいんじゃないかと。そろそろ配信で長谷川さん結構黙りますよね。なんかもう主張が足りないなっていうのが僕の、いや、あのね、数年感じてるとこなんですよ。個人的に言わせていただくと、集中して作らせてくださいっていうね、あの横の方のね、あの方たちの世間話とかですね、結構なかなかね、おっさんズモデルで結構ね、それに関しては見てる方もほら時々書き込めるじゃないですか、そろそろプロモデル作ってくださいとかあるので、まあそういうご意見もいただいてね、最近思うんですけど、まあなんか新しいこうちょっと配信をね、配信というかまあ収録をして、まあやれたらいいんじゃないかなと思うことがあって、まあちょっと考えてましてですね、いろいろこう、まあ模型作るのも、作るだけの回もあっていいし、喋るだけとかね、うん、だからやっぱり皆さんからこうやっぱりこうテクニックの部分とかね、例えば塗料とかそういうのもっと知りたいとか、新しく出たキットを集中的にこう見たいっていうご意見もたくさんいただいてるもんですから、その辺を中心にね、ちょっとこう新しい何かコンテンツというか、それを立ち上げてやっていけたらいいんじゃないかなと思っております。もうやるぞと、もう やりましょうがね、それはね、キンキン、なるべく早い。タイトルはね、まだ決めてない。そうですね。どんなのがいいですか。いや、いきなりこう、僕はなんか長谷川名人の模型でちょめちょめとふるいや、なんかどっちがいいのかなと思って、長谷川名人クリニック、クリニックとかね。なんでそういうこう、なんかちょっと時代を感じさせられないっていう。いや、そんなのって、長谷川名人模型ナウ、まあ、これも10年前ぐらいだけど、ナウって懐かしいな。ナウが懐かしいです。そんな感じで、まあまあちょっとその辺も考えつつですね、新しいコンテンツをちょっと、立ち上げさせていただきたいと思っておりますので、その辺はぜひまた、お楽しみにしていただければと思いますので、そうですね、はい、その前にね、いろいろ告知をね、ちゃんとしていきますんで、そうですね、今回ね、はい、その例えば、まあ、あとモデラート編集部宛てにちょっとこういう内容がいいんじゃないかなんてご意見もいただけたらね、はいはい、ありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。